近どうですか、宮下さん、ゴルフは。ゴルフ、スコアが一向に良くならないですけど、楽しいです。楽しんでやってます。そんな宮下さんにちょっとお願いがあるんですけど、はい、今日そうなんですか、はい、うちの去年からやってるオークリーカップ、はい、ゴルフの大会があるんですけど、はい、今年も2年目やるんですね、はいはい、それで優勝してほしいんです。イエーイ。それで優勝してほしいんです。イエーイ。それで優勝してほしいんです。イエーイ。ちょっと待って、優勝してほしいんです。僕の知ってるオークリーカップって競技ゴルファーの人たちが集まる結構ガチめの大会だと思うんですけど、はい、はい、じゃないですか。僕大体100切れるか切れないか、ゴルフ楽しいなーで通してるんですけど、はい、出てほしいんです。これだったらあれですか、三枝さんとかいっぱいいますよ、競技好きな人たち。男性のみの大会なので。女性出れない。そうなんです。なのでオークリーマンに。あ、オークリーマンね、はい、分かりますよ、オークリーマン分かりますよ。この前100切って、はい、皆さん応援してくれましたよ、はい、予選を突破してほしいなと。今の出場資格ってなんか明記されてないですか、どっかに。シングルだと、はい、ここに参加資格が、自己申告問わずハンディキャップ15以下。あ、でもあくまでも目安なので、はい、あの挑戦してみたい方は、うん、普通の人は、うん、はい、誰でも出れる試合なんですか、これ。そもそも出れます。でこれ視聴者の人でも100ぐらいでレギュラーで回って喜んでる人は出てもいい試合なんですか。チャレンジしてもいいと思います。チャレンジしてもいいと思います。太平洋でハンディキャップ15以下は無理ですよ。そうですね、あの、うん、コースによっての難易度とかもあると思うので、うんうん、なので本当にこれは目安で。僕どのくらいで行けばいいですか。どこかのコースで、うん、はい、バックティーから90以下を達成したら予選出ましょう。90でもいいですか。大丈夫です。89じゃなくていいですか。大丈夫です。このアマチュアシングルに出ればいい、出てほしいということですか。そうです。やっぱり目標は高く設定した方がきっと上手くなると思うので。でもあれですよね、試合に出てみたいっていう人はいると思うし、男性で、試合って何って人はいますよね。あ、そうですね、うん、なので出たことなくて様子がわからないからちょっと足踏みしてる人も。そうですよね、はい、なのでそういう人の希望となってほしいんですよ。あ、オークリーマンが、はい、この前100切ってばっかりの調子になってる、はい、オークリーマンが。そうです。競技ゴルフに出てる様子を覗き見するってなかなかないじゃないですか。ないですね、ないです、ないです、ないです。なので、はい、皆さんに覗き見してもらうための、あ、あの 人柱みたいなやつですよね。これいつなんですか、この試合って。スタートが7月の16日に、はい、セントクリークで初戦が始まります。それはそこまでに、ね、90以下はちょっときついかな。この500近いですね、一応静岡県裾野市、ね、これ富士山の近くですよね。そうです、はい、御殿場とかの近くですよね。あ、そうです。これにエントリーして、はい、あ、でも11月12日もあるんですね、はい、なので袖ヶ浦カンツリーぐらい、もうみっちり8月27がダメだったら、うん、この11月に2回チャンスがあるので、はい、まあ、近いですね、これは、はい、東京から。こっちに出てもいいよ、はい、前に90切ってくれ、はい。これね、オークリーカップはね、言ってもハンディキャップ15以下って書いてるじゃないですか。いや、これ冷やかしだと思われますよ、これ言ったら。その言い訳でいいんですか。はい、はい。そのままでいいんですか。なんで松岡修造みたいになってるんですか。いや、ちょっとうちの上司が言ってたんですけど、うん、これこう競技ゴルファーに出ると、うん、またかなりランクアップするらしいんですね、ゴルファーの質が、はい、ゴルファーとして。なので、うん、やっぱりオークリーマンであるからには、そこは抜けてほしいんですよ。オークリーマンとしてね、はい、自分でつけといてオークリーマンなんですよね。なので、自分でつけちゃったので、うん、ちょっとそれは責任を持って、ね、レベルアップしてください。はい、初めて3年目で予選突破したらかっこいいですよ。予選突破って、ちょっと待って、これだって、キャップ15以下が120人出てきて、多分10人くらいですよね、突破するのって。そうですね、12人か15、6人だったり。どう考えても、はい、70代ですよね、トップの人って。はい。お、80代以降なんか出したことないですよ。それを やれと、バックティーで、はい、これ試合もバックティーですよね、だって。そうです。予選突破しろと。はい。じゃあですね、視聴者の方もぜひ参加してください。で、僕何らかの形で90切れなくてもなんとかしようと思うんで、とりあえず8月27はやります。皆さん、ちょっとこのチャレンジの道を生温かく見守ってください。よろしくお願いします。お願いします。はい。
ありがとうございます。今日はですね、バックティーから球児を切りなさいと言われましたので、ここ神戸にある神戸なのかな、兵庫県の与川インターゴルフクラブメッチャというところにやってきました。おそらく球児は切れないと思いますが、頑張っていきたいと思っております。よろしくお願いします。帽子は忘れました。弱いんだろう、いつも。いつもこれだ。お疲れ様でした。今日のですね、スコアはなんとですね、103でした。でも内容としては OB が多分5回くらいあって、3パットが8回くらい体感であったので、これは90ギリいけるなというふうに思ってます。あとドライバーが思ったより曲がってなくて、 OB は多かったけど曲がってなかったので、これはアドレスのせいだなと思ってるんで、アドレスを良くしてパター練習さえすればこれいけんじゃないのと密かに思っております。まあ最初はこういうところですということで、自分の立ち位置が分かったので伸ばしていきますので、応援してやってください。よろしくお願いします。